アメリカ軍に接収された u ボート2 1型。中央にある2本繋がれた円柱がシュノーケルシュノーケルは水中で潜水艦のディーゼルエンジンを運転するために用いられる旧機関で名称は低地ドイツ語方言のシュノールヒエルに由来する。軍事においては一般的にスノートとも呼ばれる。u ボート7型に採用された方式の シュノーケル通常動力型潜水艦は潜水艦の中でも連続潜航能力が比較的に制約される艦艇である。代表的な通常動力型潜水艦であるディーゼルエレクトリック方式の場合、艦内に蓄えた空気はエンジンを運転するには不十分であり、シュノーケルの開発以前には浮上中にしかエンジン推進できなかった。そのため、 浮上中にディーゼルエンジンで発電して二次電池に充電、潜航時にはその電気によりモーター推進するのが一般的であった。潜航時間を伸ばすためには二次電池の容量を増やすことになるが、この方法は管内の容積から限界があった。シュノーケルはこの問題を解決するために採用されたもので水面上に突き出した吸気管から ディーゼルエンジンへの急廃気を行い、継続的な先行を可能とする装置である。シュノーケルの安全な使用には、浸水を防ぐための弁が必要なところ、初期には、シュノーケル先端部が、海水に没すると、フロートが持ち上がり、連結されている吸入口が閉じられる単純な、構造のものが用いられた。その後、電磁弁が採用されている。 シュノーケルの欠点として、管の長さにより、先行深度は浅く限定されてしまう。また、管が波をこむるような好天時には、弁が閉じて、管内の気圧が急速に低下する問題もあり、使用が制限される。シュノーケルは、アメリカ人技術者であるサイモン・レイクが1894年に、開発した、潜水艦、アルゴノートに装備されたことに始まり、 1906年には日本初となる潜水艦ホランド改め型である第6型潜水艦にも採用されている。初期のシュノーケルは単なる筒でしかなく、筒が海水下に沈むことで大量の海水が艦内に入り込み、それを防止する機能が十分でなかった。自動閉鎖機構の開発後も信頼性が低く、日本海軍の第6潜水艇は、 ガソリンエンジンに装備されていたシュノーケルの閉鎖不良により浸水、沈没事故を起こしている。その後、オランダ海軍中佐であった JJ ウィッカースが艦内換気用として利用されていたシュノーケルでディーゼルエンジンを駆動させることができないか検討したことからシュノーケルは発展する。ウィッカースは つ先端部にフロートを利用した弁を取り付けることで、海水の流入を防ぐくことができる実用的な、シュノーケルを開発し、オランダ海軍 O-199 潜水艦の O-19 と O-20 に取り付けて実験し、良好な結果を残した。オランダ海軍は、ウィッカースの開発したシュノーケルを次の O-219 潜水艦にも装着した。 1940年、ドイツ軍はオランダを占領した際、ウィッカース方式のシュノーケルを装備していた、O-21 急潜水艦の O-25、O-26、O-27 を露格した。ドイツで実験が行われるも、当初はあまり関心が寄せられなかった。しかし、対戦後半になるにつれ連合軍の、紹介飛行艇が多数配備され、 耐水上レーダーも進歩してくると、ドイツ潜水艦の浮上航行中の損害が増し始めた。そこで、U ボートの長時間潜航の可能性を、カールデーニッツとヘルムートバルターが検討した結果、シュノーケル装備が見直されることとなった。エンジンに直接配管されたオランダ方式に対して、ドイツ海軍は、吸入口のみを単純に、 艦内部に引き込む方式へと変更し、採用している。当初は、シュノーケル自体を、レーダーで捕捉することができたが、ドイツは、対抗策として、タルンマッテと呼ばれる電波吸着塗料を塗布した、ゴムカバーをシュノーケルに被せることにより、レーダー波を、吸収、散乱させることで、被発見率を大幅に下げることに成功している。ただし、完全に探知されないわけではなく、 4 8トル以内では、レーダー探知が可能であった。また、シュノーケル使用中は鉱石を引くため航空機から発見される可能性があり、シュノーケルから出される排気縁などを目標に、目視での探索が行われている。一時的に損害を減らすことができたが、新しい探知装置が開発され、護衛空母などが配備されたことにより、再び、 ドイツ潜水艦の損害は増している。その他、わずかではあるが、シュノーケル先端部に、敵の耐水上レーダーを逆探知する、ナクソスレーダー探知機が取り付けられたものがある。水中充電装置を装備した日本海軍の E14、及び E400。長部が、M 字状の筒が、環境構造物から突き出ている。日本海軍も、太平洋戦争の末期に、 シュノーケル装置の実用化を図り、1945年に入って水中充電装置の名称で規制艦及び建造中の艦に導入した。装備化されたのは昇降式のタイプで、基等式のものはない。日本海軍の主力潜水艦の指揮官はに、サイクルディーゼルエンジンが多く、排気圧力が低くて、 水中排気には不適切であったため、主に補助発電機用に装備された。補助発電機を有しない間で、指揮官が4サイクル機関である場合は、型原子機に装備した。日本海軍の場合、指揮官が1機のみの場合を除いて、水中での指揮官の全力運転を前提としたものではなく、緊急時の水中充電能力の確保を主目的としたものであった。 アメリカ海軍も第二次世界大戦時に入手したドイツ海軍潜水艦を研究した結果、シュノーケルの価値を評価した。1945年8月に R9 潜水艦 R-6 で試験を行った。あと、潜水艦水力増強計画による近代化改層で既存艦に追加装備するなどしている。第二次世界大戦後は、 各国の通常動力型潜水艦に、シュノーケルが幅広く用いられている。なお、潜水艦の歴史の初期段階から続いている、シュノーケルを原因とする沈没事故は、アルゼンチン海軍のサンフアン沈没など21世紀においても、発生している。シュノーケルを装着した、T、T-90 戦車戦車などの、走行戦闘車両でも、 河川などを通過する場合には乗車用ハッチに取り付け、使用する。UBOAT.net ザスノ s m o ありがとうございます。